3年ぶりの開催となった北加野連合体育祭、午前9時から競技が始まって、すでにボーリングリレー最初の種目が始まっています。これから2番目の汽車ポップが始まろうとしているんですが、新型コロナによる影響で入場門への招集は行わず、出場する選手はそのまま場内へと入ってスタンバイするという形になります。2人で、長げたを吐いて、そして長い棒を持ちながら、燃やしています。そして向こうに到着しましたら、前後脱いでですね、入れ替わりが完了、入れ替わりをしてもう一度、元へ戻ってくるという作戦で、そしてタッチ交代ということで、ターンはないんで、お二人さんは向こうに、汽車ポップの1組目が始まりました。北一町会、そして名護チーム、北加野三町会、北一町会で、争われております。北八、北加野さん、名護、そして北七の4町会で争われます。まずは北加野さんが半分にやってきて、名護が方位ですね、名護が早いようであります。早く急いでください。さあ2組目最初に出てくるのはどこか、急がないとこけません、急いでくださいね。はい、はい、皆さん8回転、はい、さあ板加野さんが出てきました。2組目に入りました。そしてあっとちょっと板加野さんがつまずいた。名護が行って、名護がいいようです。川瀬が現在は2番手に上がろうというところ、そして北野と続いています。最後まで到達しないと到達しない。名護が、はい、頑張れ頑張れ、みんな頑張れ。今入りました。1分1秒30で入っていきました。そして板加野2が2着になって、北3が3、北7が3着、そして北8と入っていきます。今入っていきました。よーい、2組目が飛び出しました。2組目がスタートいたしました。北4、北加野4、北2、北9で争われます。北加野4町会、北4町会で争われています。ゆっくりと行っているのが北加野4、慌てずに行かないところが、ま、そこがいいところなんですが、北2がちょっと声を上げながらですが、アンカーに渡しています。2人1組、2組で進んでいきます。ちょっと北にがちょっとバランス合いません。その間に北九が出てきました。まずは北九が出てきてアンカー追いかけるように、板加野4、北4と来ています。さあどうか、接戦になってきました。いい戦いになっている。さあ抜け出すのはどこか、北九と板加野4ですが、北九です。わずかに北九だったか。板加野4と競り合いとなりました。59秒15、北2が3着で北4が入っていきました。最後は北九と板加野4の争いになりましたが、59秒15、先ほどの1組目よりは1分を切って早いタイムで入っていきました。先ほどの2組目は北九が1着でした。そして北3組目ということになります。板加野5、北13、北10、板加野6、4町会で争われます。ゆっくりと行っている板加野5、慌てずに行くことが上位への道のり。おっと大丈夫か、板加野も多く崩れてしまいました。まず板加野6が到着して、下13と続いていきました。あ、早いペースで進んでいる板加野6。あ、北13、おお早い、北13が早い、北13が早い、これは早い、これは早い、お見事だ北13、これは見事だ北13、早かった。アンカーのバランス統合が見事。そして2番手争いですが、板加野6と北10、
北十がどうやら2着になるのか。いやいや、ちょっと崩れ落ちた、ちょっと取れた。北賀の6が2着に入って、2着に入りました。北賀の6、そして北十が3着です。3着に入ろうとしているんですが、なかなか足元が入りません。その間に板賀の号が来ていますが、3着は北十が守って、そして板賀の号ということになりました。記者ポッポの3組が終わりました。これから競技の後半という形になっていくんですが、出場する選手はこのように手袋をしながら参加することにもなっています。これもコロナ感染防止対策の一つになっています。はい、よく見といてくださいね。畳み方紙、そうです、畳み方紙、そうです、よく見といてください。まずはこのようにタンカーを作って、白いものを2つ乗せて移動を進んでいきます。そして持ち替えて、2組目が進んでいくということになります。そしてフィニッシュということになります。防災事例の1組目が飛び出していきました。まずはタンカーを作っていきます。砂袋を2つ乗せていきます。そして乗せた段階から一周していきます。北7と北8が出てきていますが、北8がまずは出てきているようです。男性2組の北8、そして女性2人の北7、北8が先頭で行っています。今北8が到着して北7と行きました。35秒ぐらいでやっていきました。そしてこのまま状態でアンカーということになります。2組目、2人1組2組ということになりますが、北八と北の競り合い、下は北七、俺もこじ合いだっている。ああ、板取りの僕は出ていますが、北七か、北七か、わずかに北七だ。北八が2着、板賀の4、3着、そして板賀の3がアンカーへ入るところです。58秒36という時計でした。今板賀のさんが2組目アンカー、まもなくフィニッシュをします。今到着しました。はい、皆さんご苦労様でございます。はい、急いでください、急いでください。急がないと絶対に負けちゃいます。急いでください、急いでください。放送の方では急いでくださいという声が出ていますが、さあその北十三が警戒に行っています。北十三が警戒に行って半分を折り返して、早くも2組目に入ります。あ、24秒で行きました。手元の時計で24秒。さあ北十三がもう2組目、あ、そして北四も入っていますか。北4はまだですね。北4はようやく始まったところです。そして北13、早くもフィニッシュしました。42秒97、これは早い。いや、これは見事でした。北13、そして北2が今入っていて、北4が2組目に入ります。そして板賀の5が3着で入っていきます。そして最後に北4がゆっくりと進んでいきます。まあここは急いでしまいますと、これも転倒にもつながりかねないということなんですが、まあゆっくりとですね、慌てずに行くことが上位を狙えるというポイントということになってきます。今北4が入っていきます。防災リレーの2組目が終わりました。防災リレーの最終組の3組になります。北十、名古屋、
板鹿の6、そして北九、4チームで争われるんですが、その北九がまず出てきてゆっくりとしたペース、慌てずに進んでいます。北九が現在2番手で、あ、名古屋が出てきました。名古屋が3番手に進んでいきます。ちょっと走ってしまうとちょっと崩れているが大丈夫か。北六が現在4番手です。今北九が行きました。30秒ぐらいで折り返していきましたが、そのすでに2組目アンカー、2組目入っている。あー、名古屋が追いかけている。さあ、名古屋が来ている。名古屋が来ていますが、北十がどうやら先頭か。北十が粘れるか。名古屋が来ていますが、北十が粘りました。名古屋を追い上げましたが2着まで、はい、そして板鹿の6、北九が後ろになりました。今板鹿の6が3着に入ります。そして北九が4着ということになっていきます。北九のタイムは51秒01。今北九が4番目で入っていきました。妨害リレーの3組が終わりました。我らがゴルファーでは北八がなんと9点、北九も5点と高得点を獲得していました。このようなカゴが下に置かれている玉入のソーシャルゴール、1人5個を持ってカゴを入れていくという種目になっています。これまではフィールドの種目がずっと続いていたんですが、今回のパーク祭では唯一のトラック種目となる呪術なぎリレーが最終種目ということになります。さあ、リレーの1組目、北7、板鹿の3、北4、名古屋で争われています。まずは名古屋が出てくる。北7が2番手、板鹿の3、3番手、北4、4番手で繋いでいきます。2走差に渡りました。あー、帽子が取れた。名古屋の帽子が取れた。名古屋の帽子が取れた。一周していきます。名古屋が先頭、北7が追っています。そして板鹿の3、4番手に北4と続いていますが、さあ北7が迫ってくる。前半のラップは35秒台、前半のラップは35秒台ですが、北7が出てきた。北7が出てきた。先頭に変わった北7。差が広がっている。名古屋と板鹿さんの2番手争いですが、北7がこの間にリードを広げた。そして2番手にも板鹿さんが上がる。3番手に名古屋、あ、北4が起こされました。一周しています。競争差に渡っています。北7が先頭、板鹿さん2番手、名古屋が3番手になりました。北4だけはちょっと起こされてしまいました。北7と板鹿さん7歳か、アンカーに渡りました。さあ、残り1周ということになります。さあどうか、さあどうか、どうか、北7か板鹿さんか。ガッツポーズは板鹿さんですが、どうでしょう。北4はもう1周あります。北4はまだあります。まだアンカーがフィニッシュしていません。名古屋は3着、名古屋は3着ですが、最後は北七か板鹿の三か、並んで入っていきました。ガッツポーズは板鹿の三ですが、最後にようやく板鹿の四が、北四が入っていきました。最後に北四が入っていきましたが、1分24秒91が勝ちタイムなんですが、北野さんなのか北野なのか接戦になっていますので、これははっきりとした結果を待つことにします。北野か板野さん、板野さんが最後に逆転をしていました。板野さんが最後に逆転。北7が2着、名古屋が3着、そして北4が4着ということになりました。今2組目スタート。北2、北9、板野4、そして名古屋のバスケットボールチームが争います。まずは北2と北9、バスケ名古屋のバスケ、そして板野4と続いていますが、ほぼ差がありません。北2が先頭で行きます。2走差に渡っていきました。そして板鹿の4が2番手に上がって、北九が3番手、
のごみのバスケが一番後ろになりました。北見が先頭、板上4が2番手、北九、そしてなごみのバスケチームと続いて半分34秒台でいています。先ほどの1組目は35秒台でしたが1秒ほど少し早くなっています。ペースは上がっています。北に先頭、板川の4、懸命に追ってきます。2番手北九、そして名古屋のバスケチームと続いていますが、北に板川の4の差の方はだいたい10メートルあるかどうか。さあ北にが先頭ですが、板川の4の足が混ざっている。ここで板川の4が先頭に変わった。板川の4先頭に変わった。差を広げていく。北にが2番手、石戸は北九と名古屋のバスケチームの争いとなっていますが、ここで形勢が変わった。北4アンカーに渡る、北4アンカーに渡る。ああもうガッツポーズしながら声援に応えている北4。キャプテンがフィニッシュしました。1分25秒74今日キャプテンですが、北にが2番手に入って、そして3番手の問いは名古屋バスケチーム、ソフトボールチームと同じ3着、そして北九が4着で入っていきました。コロナによる影響で今回は午前中だけということになりましたが、板川の連合体育祭ラストのレースということになります。板川の6、北13、北10、北8で争われます。綺麗に揃ったスタートになりました。さあまず内側の板川の6、北13、北10、北8と続いていきますが、一段に入っていきました。北川の6が先頭で、先頭に渡る2走車に渡ります。2と3走車は一周していきます。4走車は半周になっています。まずは北八が出ていく、北八が先頭だ。北八先頭、北13と北10の2番手争い。北川の6がちょっとかなり遅れた後ろになりました。ファンティーヌが去っています。ファンティーヌが去っていますが、北八が先頭で渡ります。35秒台です。36秒になろうかというところでしたが、通過しています。北八先頭です。差が広がっています。北八先頭、北10、北13、今の問いはまだ熾烈が続いていますが、北13が前に出てきた。そして犯されて板川の6が最高峰になって渡っています。3走者に渡っています。北八先頭、さあ北十、ここからどこまで追い上げれるか。北十の足色はいいんですが、北十さんが現在3番手、しかしまだこれだけの差があります。これだけの差があります。アンカーに渡ります。北八先頭、アンカーに渡りました。そして北十さん3番手ですが、さあ北十が迫ってきた。あー北八の足色がいい。そして今板川の6が入ってきます。1分26秒62、今板川の6がフィニッシュしていきました。北八が圧勝かと思われたんですが、徐々に追い上げて北十が最後を飾りました。